どうなってんなんか急に充電が落ちた。ちょっと落とされたんじゃなくて充電が落ちた急に。なんかね急にね充電が。支援物資も見せたよ。もう本当にやることないんだけど。食欲もない。あ、これうまい。あの物資のあの物資のやつ。これうまい。なんか自分をさいじめたいんだよね。なんか私今喉痛いじゃん。え、なんかそっち変な病気があって、これマジ病気だと思うんだけど、喉痛いのに こんな辛いもの食べたらどうなっちゃうんだろうとか、あとなんかシーンってなってる時にうわーって叫んだらどうなっちゃうんだろう。それド M とかじゃなくてなんか病気あるらしいね。わかるかな。私これね、あの本当にあの電車で叫んだことあって、あ、もう我慢できなくて電車で叫んだことある。スクショ何の？めっちゃわかるね。めちゃくちゃあの友達が泣いてる時に笑っちゃったりとかね。なんかわかる、これあの本当にだからもうどうしていいかわからなくて、で総理がね週に1回水曜日にあのめちゃくちゃこう真面目なあのミーティングしてんだよね、2階で。でもそれももうすごいそわそわしちゃって、もう言っちゃったもん、あのうんかーみたいな。これ何の病気これ。え、分かる人いると思うけど、うんこでもいいんだよ、おしっこでも。アスペルガーじゃないけどね、私ね空気読めるもん別に。だけど空気は読めるんだけど、あのいけないことしたらどうなっちゃうんだろう。いけないことしたい。ツレット症候群。あ、そう、病気らしい。眉ね、みんなどう、お前のダウンタイム。もうすぐ1ヶ月半だよ。うめえな春雨。え、でもなんか人によってはなんかいいな人中って言われる、うん、ちなみに私石原さとみと同じな短さだからね。石原さとみと、じゃ、ふざけんなじゃなくて、先生が言ってた、あの子1センチなんだって。で前も今1センチなんだって。ああ、確かに鼻フック治ったね。だってこれあのほら鼻の穴見えてたじゃん、治ったな。だから次は唇やりたいんだけど、なんか喋ってない時も M 字になりたくない？あ、そうなんだ。まあ今年はやんないかな。もう今年はもう満足した。皆さん、ナイス。200ナイスで神企画します。あ、やっぱ300ナイスにしよう。ビラ切除。あ、前の友達で、なんか、ビラが大変な子がいた。なんかもう、あの、パンツに、あのなんかビラ、ちょっと食事中にごめんね。なんかビラを折りたたんで、あの、言ってた子いた。で、その子はね、手術したね。たたんでたよ。しかも片方だけなの。ビラがでかすぎて。で、なんかそこの家系みんな片方だけビラたたんでるんだって。なんかその家系あるらしいね。なんか映る、なんか似るんだって、そこまで。だから親、お母さんも、自分の姉妹もみんな、ね、コーヒーって飲んでいいかな。コーヒーがさ支援物資で来たってことは食べ飲んでもいいってことだよね。コーヒーなんかさ、コーヒー飲むなってみんな言ってたけどさ、物資でコーヒー届くってことは飲んでいいってことじゃん。味覚あるよ。いや嬉しいね、こんなに物資届いちゃったらね。
笑っちゃうっていうか嬉しいなと思って。でもしょうがないじゃん、実際に陽性かかっちゃったんだから。いや前だと本当はあの買いに行きたいよ、こんなことしね、税金の無駄遣いとか言うけど、あの隔離しろって言われてんだからしょうがないじゃん、家出れないんだから。タバコはあのねカートン買ってた、カートン、まあ、あと家に5箱ある。いや出てない、本当に 家から出てないからね、あのこの前の病院以外マジで出てないよ。で来週の水曜日まではお家にいるから、それ以降のことね考えてない、前が隔離終わったら。性格服直せ、いやダメだよ本当に。だからね一歩も出てないから、あのタバコの本数はね減った、喉の痛みもちょっと和らいできたんだ。いや逆に一歩も吸わないとストレスでおかしくなっちゃう。で監禁もされてるでしょ、いやタバコぐらい吸わないと本当に頭おかしくなっちゃうって。で本当は前よね、毎朝起きたらあのお寺に行くんだよ、お寺も行けないし、ああ本当に痩せた。まあね本当はね体重50キロぐらいの時が外見一番可愛いんだよ。であんま痩せすぎちゃうと前ね顔こけちゃうんだよね。44キロだって。で50キロぐらいが一番前ね。あの振りのおすすめはあれでしょ、ザロックだっけ。でみーこちゃんはなんで太ってんのか分かんない。私みーこちゃんとご飯食べたんだけどマジで食べないんだよ。みーこちゃん前めっちゃ食うのにマジでみーこちゃん食べないんだよね。なんであんなの太ってんの、胸が大きいからかな。ビール太ったから食べない、あそうなの。みーこちゃんでもビール飲んでんじゃん。あのねハイボールがいいよ。みーこちゃんジムでもみんな言うんだよ、ハイボール飲みなさいって。お酒、私ビールで7キロ太ったからね。みこちゃんいたんだ。いやぶっちゃけあのね44キロ羨ましいとかないよ。なんか BMW だっけ、 BMI、 あの体脂肪率が、あと体脂肪率がすごくて、ビール飲まないならノンアルでいい。そうなんだ、ビールが好きなんだね。体脂肪は28% とかあるからね。だからや痩せの隠れ肥満なの、隠れ肥満。私だから体重50キロの体脂肪 22-23% とかが一番美しいんだけどね。あと BMI ね、そう。ちなみにあの体脂肪が女性で多い、痩せてる人でさ体脂肪が多い人ってなんでかっていうと、10代の頃に超大変過酷なダイエットしてる人はね、体が危険信号を感じてあの脂肪を蓄えようとするの、体が。だから食べないダイエットとかすると隠れ肥満になっちゃうからね痩せて。私もそうなわけで、そうなると筋肉もだからジムとかやっても筋肉ねやっぱつきづらいよね。職人もいらっしゃい。だよ、だ10代の頃にみんなさ過酷なダイエットしてる人体脂肪を測ってごらん、体脂肪高いよ絶対、体が守ろうとするんだよ。支援物資枠終わった、前も出かけたいよ、お酒飲みたい。てかもう明日にはお酒飲んでいいかな、私こんなにお酒飲んでないにことないんだけど。いやなんか今鼻水ともう一回ね、でもね熱も明日36度5分以下だったらお酒飲もうかな。でタバコは吸える。あスザクさん、お金持ちのカーター、ああ、36.7度だ、高熱だよ。だ明日
じゃあ200ナイスで紙企画します。